この放送は、近婚日野と学ぶ資産運用勉強会がたくさんの人に届いて、日本に正しい投資の文化が生まれたらいいのにって心から願っている、ファイナンシャルプランナーの森継先生の提供でお届けしております。森継先生いつもありがとうございます。 えー、皆さん、この近婚西野と学ぶ資産運用勉強会、ぜひぜひご参加ください。もうこれはね、子供のうちから絶対に学んでおいた方がいいことなので、ぜひ親子でね、ご参加いただきたいなと思っております。チケットは500円となっております。ジムニータウンの公式ホームページのオンラインストアからチェックしてみてください。というわけで、私はですね、今、ニューヨークにいるんですけれども、これから日本に帰るんです。で、えー、日本に帰って、 で、すぐ講演会が入っていて、その後交流会みたいなのが入っていて、その後、えっ、ー、と、これはなんだ、TKO さんの YouTube チャンネルの、えー、撮影が入っていたり、その後ミーティングが入っていたり、まあ、帰った日にもいろいろバタバタあるんですけども、翌日のスケジュールをですね、えー、見てみるとですね、なんと雑誌レオンの取材が入っているんですね。レオンってあれでしょちょいわる親父のあれでしょ ついに来たな、と思いました。もう私、登り詰めたかもしれません。レオンから、やっぱりこの取材の依頼が来るって、ついに私もちょい悪親父になったって、あのスーツ着てさ、ちょっと武将費生やしてかっこいいあのイメージじゃないですか。ついに来ました、皆さん。レオンです。もう、そんな日やってくると思わなかった、自分に。 それこそゴッドタンでさ、肛門に指入れられてさ、うギャーとかやってるさ、あんな人間ですよ。あそこからレオンですって、すんごい逆転劇じゃないこれ。何よ。もう二度ともうゴッドタンに近寄りたくないわ。もう僕はレオンの人として生きたい。 こんな逆転劇が待って何が起こったのか知りませんが、なぜ僕がレオンさんに目をつけていただいたのかわかりませんが、とにもかくにも皆様、えー、西野ファンの皆様、ついに西野が登り詰めました。私。 レオンに出ます。また、このレオンの撮影、えー、取材の様子はですね、えー、ご報告させていただきますが、皆さん自信を持ってください。拷門の西野ではございません。レオンの西野でございます。今日もよろしくお願いします。レオンです。どうも、キングコングの西野昭弘です。お笑い芸人をしたり、絵本作家をしたり、国内最大のオンラインサロン、西野昭弘エンタメ研究所の運営をしたりしております。さて、今日はですね、 叱ってもらえないぜ。絶対 人世代が羨ましいというテーマでお話しさせていただきたいと思いますいいなと思ってるんで、えー、正直にお話しさせていただきたいと思います、えー、本題に入る前にお知らせをさせてください11月の26日ですねシーベアのブックティーベッドホテル、えー、の下にあります1階にありますチムニーコーヒーという、えー、コーヒー屋さんでですね僕が毎日飲んでおります、えー、チムニーコーヒーのカフェオレベースの手渡し会というのがありますねこれカフェオレベースが2本、えー えー、入っているのかなえー、ビターとスイートと。僕はいつもビター飲んでるんですけれども、めちゃくちゃ美味しいんで、えー、これちょっとでも、えー、一人でも多くの人に知っていただこうということで、手渡し会、そしてツーショット、えー、写真会がございます。そんなものにニーズがあるかどうか知りませんが、 私とのツーショットになんか、そんなの撮りたいですかそんなもの。えー、わからないですけれども、えー、で、私会がございますんで、興味がある方はぜひ参加してみてください。これ日曜日なんでね、えー、結構動きやすい時間じゃないかなと思っております。えー、PTX スペースチムニータウンで検索するとですね、事前にこれ、あの、チケット、いきなり行ったって無理です、皆さん。あの、事前にチケットを買わないといけないので、混雑しちゃうとあれですからね。えー、事前にチケット制となっておりますので、PTX スペースチムニータンで検索してチケットをゲットしてみてくださいよろしくお願いしますそしてもう一点ですね翌日11月27日今度は名古屋でですね舞台テイラーバートンの上映会が ディレクターズカット版の上映会が名古屋の映画館でございます。えー、これはですね、僕、舞台挨拶もさせていただきます。まあ、最初に西野が出てきて10分くらいパーっと喋って、それではご覧ください、どうぞみたいなもんなんですけれども、えー、舞台挨拶もさせていただきます。まあ、10代のカメラで撮ったので、 あの、オンライン配信した後にですね、もっとこっちの絵を使いませんかとか、もっとこう、音をこういう感じにしませんみたいな感じで、音を整えたりだとか、使う絵をね、えっ、ー、と、ちょっと選び直したりなんかしたディレクターズカット版っていうのがありますんで、ぜひぜひこれご参加ください。え、チケットはですね、チムニーターの公式ホームページのオンラインストアからチェックしてみてください。よろしくお願いします。そんなこんなで本題でございます。えー、ニューヨークでのお仕事がすべて終わりまして、 たくさんの可能性とですね、そして少しの課題を抱えて無事に日本に戻ってまいりましたっていうか、まあこれから戻るんですけれども、まあいろいろと話が進んだので、えー、うまくね、スケジュールが調節けばですね、実はまた再来週にですね、ニューヨークに飛ぶことになるかもしれない。で、今度は2、3日だけなんですけれども、 ちょっと会わなきゃいけない人とかが、えー、いるので、えー、またちょっとスケジュール調整をつけてですね、再来週くらいにニューヨークに、えー、戻ってくることになると思うんですけども、まあそれぐらいね、えー、ブロードウェイ村で生きるにはですね、現地にいるっていうことがめちゃくちゃ重要で、 やっぱりね、日本からこう遠隔で進めることが不可能だっていうことですね。この辺の話はまた応用意していきたいなと思っております。最近のオンラインサロンはですね、この辺りのエグい話をもうガンガンしているんで、 ぜひぜひですね、エンターテイメントだとか、そういったものに興味がある方は、西野博エンターメン研究所をチェックしてみてください。海外で今何が起きているのかっていうお話を、えー、結構、えー、ほぼほぼ毎日してますね、えー。チェックしてみてください。まあそんなこんなで、えー、今日はですね、えー、まあこの話ちょっと触れておきたいなというところなんですけれども、まあ Z 世代が羨ましいっていうか、 今の時代突き抜けるの結構簡単じゃねっていうようなお話をしたいと思います。あの、先日、イチローさんがですね、えー、野球選手のね、元野球選手のイチローさんがですね、大人になっても叱ってもらえない Z 世代が不幸すぎるっていうような話をされていて、まあ話題になっていました。まあ、ざっくりと概要をお伝えするとですね、叱られる っていうのはあのー、自分で頑張ることができない人の最後の救済手段だったのにそれがパワハラだの何だのでできなくなってしまって、えー、自己の責任の世界になった結果自分に対して常に課題を与えて前に、えー、進める子、えー、一人で前に進める子とそうでない子の二極化が進んだっていうところですね。 これ面白いですね。あのー、太古の昔からありました。最近の若いやつはなっとらんみたいな話じゃなくて、矢印はその最近の若いやつに向いてるわけじゃなくて、最近の若いやつを作り出しているシステムに疑問の矢印が今向いていると。 これはですね、もう多くの大人が感じていることだと思います。二極化っていうのは確実に進んでいて、えー、落ちこぼれる子はとことん落ちこぼれて、それでいて、叱るのは NG とかさ、あと労働時間ももう今は無理できないですよね。っていう感じなので、 えー、ぶっちゃけ逆転の目が積まれているっていうのが、えー、今じゃないかなと思います。で、うち、えー、チムニータムもですね、かなり積極的に若手を採用しているんですけれども、叱られずに育った子っていうのは確かにいてですね、叱られる免疫がないんで、叱られたらすぐに凹んだり、すぐにへそを曲げたりするんですね。 ただまあ、うちの場合はですね、普通の会社とは違って、あのー、本当に僕の前で、西野明宏の前で一度でもそんなガキみたいな真似をしたらですね、クリエイティブチームから外すことを事前に伝えているんです。まあ、外すっていうか、次から声かけないよっていう感じですね。で、エンターテイメントはね、プロジェクトごとに集合と解散が繰り返されるので、そういう子っていうのは次のプロジェクトにはですね、声がかからないんですね。で逆転できない人生っていうのはかわいそうなんで、うちはですね、っていうか僕か、僕はですね、 あの、お前の子守りをするために会社があるわけじゃないんだから価値を生みなさいと結構はっきり言うようにしています。でもまあ普通の会社でさ、そんなことを言うとさ、パワハラ認定されてさ、訴えられてしまうので、まあなかなか言えないですよね。社会で生き残っていく上で本当に必要なことを教えてもらえずに、 勘違いしたまま使えないおじさんおばさんになるのはちょっとかわいそうなんですけれども、ただ一方で、あの、今日の話は何かっていうと、仮に僕が今ね、二十歳だったら、今僕が二十歳だったら、いや、こんな簡単な時代ないなと思います。自分に才能がないっていう前提で考えた時にね、上に上がる方法ってもう一つでさ、 優秀で叱ってくれる上司を選べばいいだけの話じゃないですか。同世代はだって叱られたら凹むっていう雑魚しかいないわけだから、叱られることを受け入れてしまえば、自分だけスイ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 成長できるじゃないですか。で、何年か前はさ、若手は全員叱られていたし、全員当たり前のように残業があったわけで、なので物量で出し抜くっていうことが無理だったけれども、今そうじゃないですよね。見渡す限り量をこなせない奴ばっかりになったから、量をこなすの価値が極端に上がってると。すんげえ雑な言い方をすると、 量をこなすだけで勝てる。量をこなすだけで勝てるんですよ。こんな簡単なゲームある。SNS のタイムライン見てくださいよ、皆さん。それこそ一郎さんのニュース記事にもありましたが、嫌なことからは逃げたらいいとかさ、辛いことは拒否すればいいとか、めんどくさい他人は切ればいいという寝言みたいな、あのー、言説にね、えー、大量のですね、いいねがついていると。 ま、当然ね、えー、そういうことも大事なんだけれども、それが全てじゃないじゃないですか。で、そんなものにいいねを押すやつが増えれば増えるほどね、叱られることを受け入れるやつ、あとは量をこなすやつに取り分が集中するわけでね。今、このラジオを聞いてる20代は、しめしめと思った方がいい。あの、パワハラを受け入れろっていう話じゃないですよ。それはちゃんと抗議をした方がいいんだけれども、ただ、周りが量をこなせない。 奴らしかい,いないっていう、こんな簡単なゲームないですよ。で、おじさんはおじさんでね、そこまで悲観的になる必要はな,ないと思っていて、僕。あの、先日僕の友人が会社を一つ立ち上げたんですけども、これ面白くてね、20代は採用しないっていう方針なんですよ。20代採用しないんですって。叱られ慣れていない子に叱るコストが無駄だっていう。 あの、一番若い子で30代、30歳とからしいんですけども、そこからさ、30歳と言え、30年間ぐらい平気で働けるんで、だったら叱られ慣れている30歳を雇って、叱られ慣れていない20代に任せるような仕事は外注すればいいじゃんと言ってました。それもありだと思います。これくれぐれも言っておきますが、会社は育児施設じゃないんで。まあ、いずれにせよね、いずれにせよ、叱ってもらえない Z 世代問題って、 うん。まあ、そのことを踏まえてさ、働き方を見直したら、動き方を見直したらさ、それほど大きな問題じゃないどころか、場合によってはですね、自分にとってすんごい都合がいい状況になりうるんだろうな、という。これはですね、10年前、20年前では、願っても、えー、やってこなかった、えー、状況なので、結構羨ましいな、というのが、えーと、僕の感想でございます。 えー、オンラインサロン、西野明宏エンタメ研究所では、西野明宏が現在手掛けている最新のエンタメビジネスに関する記事を毎日2000文字から3000文字投稿しております。興味がある方はぜひ覗いてみてください。それでは、素敵な一日をお過ごしください。キングコングの西野明宏でした。じゃあ、またね